こんにちは、名古屋のおばさんとみたです。本日はフランス風に、メゾンブランシェと呼んでみたい、真っ白な室内のアイディホームの家をご紹介いたします。相変わらず、アイディホームは可愛らしい玄関扉がお好きです。まずは、真っ白な室内をぐるりと一回りしていただきましょう。どんなインテリアにしようか想像してみてくださいね。さて、どんなインテリアスタイルを想像されましたでしょうか？トレンドは、サステナブルな素材のインテリアでございます。まさに温かみのある家具や、癒しの観葉植物と調和できそうなお部屋です。玄関の土間収納や、水回りが集中した、ぐるっと回れる、家事動線の楽な設計も、生活のしやすさが配慮されていて、嬉しいです。ガーデニングや、家庭菜園を楽しめそうな、お庭もいいですね。おトイレ、洗面、お風呂などの設備はいつもの一般的な仕様でございます。最近はシンプルなお風呂がブームとか、お風呂の棚はマグネットの棚でカスタマイズするそうです。汚くなったら捨てられるところがいいらしい。バスタオルなどしまえる収納は高得点でございます。さらに横に長いタオルハンガーもしっかり完備しています。白いサッシは素敵ですが、汚れが目立つので、こまめに掃除が必要です。キッチンの壁はカフェ風です。遠目にはタイルのフェイクがわかりにくく、日中は本当にカフェでもやりたくなるようなリビングルームです。お庭部分にウッドデッキでも作れば、かなりの席数取れそうではありませんか？住宅ローンの返済額ぐらいは、稼げそうな気がいたしますがいかがでしょう？だから不動産屋って嫌だわと言われそうですが、お金を生む不動産って魅力的ではありませんか？ダークブラウンのキッチンがアクセントになっています。背面のカップボードの色が悩ましくなりますよねー。ホワイトにしようかな？ダークブラウンしようかな？おばさんは、完全に自分が住むなら、と想像に夢が膨らんでおります。センサーのついたキッチン水洗は使いやすそうです。パントリーにできそうな収納もいいですね。さてお2階へと進んでまいりましょう。2階のお部屋も見事に真っ白なので、インテリアでそれぞれの個性がバッチリ出せそうです。オープンなウォークインクローゼットは湿気がこもらず人気だそうです。正直、扉は邪魔ですよね。ハンガーボールも2本ついているので、ご夫婦別々に収納できそうです。ブーウェイのインナーバルコニーがいい感じです。
イメージを壊すようで申し訳ありませんが、白のシャッターは、はっきり言って、めちゃ汚れが目立ちます。要注意でございます。さて、思わずジョエルメゾンブランシェと呼びたくなる ID ホームの真っ白なお部屋はいかがでしたでしょうか。インテリアを想像してお楽しみいただけたのではないでしょうか。本日も仲介手数料無料の A プレイス株式会社がご案内させていただきました。長いお時間ご覧いただきありがとうございました。